カゲツさ、よし、アイス。なんかちっちゃいらしいんだけど、俺マジフルなんだけどあげれないそっちで。マジ？声量上げてこうぜ。うるせえ、おめえが、おめえらがうるさいやつ出てきちゃう。マジでノイキャンが悪いこれ。Let's go。まだちょっと、ロー今限界下げて。ちょっと調節よ。今限界。マジで荒い。聞こえねえ。あ、ごめん、もう大丈夫。あ？え、いけた？いけた？で、これでディスコード自体を上げればいいんだ。ちょっと待ってな。いけた？待って。ごめん、奥ね、もうマックス今。マジでマックス。ホシルベ笑い声だけでいけんだよな。じゃあ笑い声の声量で喋るわ。あ、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いい感じいい感じ。こっちがどのぐらい？カゲツが小さいらしい。でもマックスなんだよ。あ、これ以上。俺小さい。もう詳しくちょっとダメだ。ちょっと上げるか。荒から声出せよ。荒から声出せ。からとかじゃない。ノイキャンが強すぎてさ、もう絞られとんよなめっちゃ。やばいもうなんか。まだ小さい。ちなみにみんな。マジで難しいね。なるほど。というわけで、はい、はい、子供の授業でいきましょう、オンラインタコパになりました今日は。はい。まあ、夏といえばじゃない。まあそうやね。え？夏といえばタコパじゃない。そうかな。違う違う。そんなことない。夏といえばじゃあ何？夏といえば、はい、何でしょう皆さん。かき氷。あ、そう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 、でかき氷といえば。プール。え？かき氷といえば。花火。あ、そうそう、花火といえば。射的丸い。あ、いや違うちょっと丸いは無理やりすぎる。丸い光違うあるじゃん。だからそのかき氷も花火も出てくるイベントがさあるじゃん。夏祭り、そうそれ。小柳正解、なんて言った今。夏祭り、うん、声でかい、わかった、なんて言った今。でっかたまやでっか。そう、夏祭りですよ。夏祭り、皆さん、はい、夏祭りにはたこ焼き欠かせないでしょう、はい、あれタコパどこ行った？だからだからタコパよ。パはどこにあるの？いやだってパーティーって。たこ焼きでよくねえじゃん。パーティーって。それな。パーティーってやらかしてる。なんだろう、お好み焼き食べたい人だっているんじゃないですか。うるせえよお前ら。はい、やっていきましょう。やるか。やるか。じゃあフレンドマッチで。はい。キーワード DYTICA で。はい。読み上げんなって。はい D 文字だね。一旦出るか。お前は人の話を聞け。そうだよ。すいません。はい、先に始めないから俺たち。俺ディティカのスペル間違えてたわ。え？ずっと間違えてたってこと？ディティカさん？I と Y 逆でした。おい、ちょ、俺の領域入ってくんなよ。ちょ、ひっくり返して。よし。タコが来る前に、おい、タコが来る前にタコ食うぞいっぱい。ねえねえ、俺もう死ぬんだけど。大丈夫。行けよ。どういうゲームなの？あ、タコ行こう。何これ？これね。やばい、俺栄養失調で死ぬ、もうすでに。俺のも。はい、大丈夫。これを食べて、横取りやればいいってこと？エネルギーとかを。そうそうそう。何これ？とりあえず食べて、左下にゲージがあるやん。これね。効果。生き延びなあかん、頑張って。で、一番ローエネルギーやばいんじゃん。死にかけてね。マヨネーズねえの、マヨネーズ。いきなりすぎない？何これ、チュートリアルとかないの？当たり前だろ、お前。あ、ごめん。具材入れ忘れてた。たこ焼き焼くのにチュートリアルがいるか？あ、すいません。あ、しかも、ルベ、ごめん。これとか食べる。あ、何設定で。外れがある。これ。中に外れある。設定で名前変えれるから、ちょっと名前変えてきて。中に外れあるって、俺全部取っちゃった、今。俺、名前何だっけ？プレイヤー831号になってる。いや、全然、名前とかあんま関係ないから大丈夫。設定で。あったあったあった。何がいい俺の名前。俺の名前何がいい？ぬるぬる。なんでこれ？ぬるぬる？うん。あ、オッケー。カロリーオーバーとか言ってんだけど。え、それカロリー、エネルギーが突破すると食えなくなるから。スペース押したらスクワットできるから。これ待って。おい、タコ入ってない。おい、中身いるだろ。タコ焼きって何か知ってるか。タコどれ入ってないんだよ。おい。いや、でも全然具なしでもエネルギー。違うよ。タコ焼きって誰タコ焼きっていうか知ってるか。おい、俺のとこ入れるな。おい、俺のところに入れるな、お前は。これ、これ人のトレンじゃん。え？
人の取れるじゃん。俺の取るな。具材入れてちゃんと。パクパクパク。よし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 。おい具材。分かった分かった。おい。これでなんか入れてるのか。具材。はいはいはい。具材入ってないってどっか。はい。だって具材具材。いハゲタコ。これ人のところも奪えのかな具材。あ無理だ。人も取れんよこれ。好き嫌いしないで、キュウリも食べて、ちゃんと。やだ、いらない。ないキュウリ食べなさいって言ってるでしょ、いつも。やだ、二度と作んないよ、キュウリ。そうやってなんか、キュウリは作んなくていいです。誰が作ってくれたか、分かってんの、あなた。おい、焦げてるやつもちゃんと食えよ。やだ、苦いの、やだ。苦いマジでしょ。みなみくん、食材に感謝しなきゃダメだよ。いらない、キュウリ。ちゃんと食わなきゃダメだよ。いつもキュウリのパッケージにあれでしょ、あの田中さんが作ってくれましたって山本さんだった。山本さんか、誰でもいいよ。誰やねん、生産者の顔を。私が育てました。農家のおじさん、美味しく食べてください。僕らで作るじゃん、なんか。うん、僕らでたこ焼きでも作る。で、僕らがそこに移ろう。私たちが作りました。そうそう、ウサギの糞俺に乗せるな。いいだろ別に、もう死んでんだよおめえはよ。悪評広まるからやめとこう。そうだよ、余計なことやるの。もういいか、そろそろ。俺そろそろもういいか。おい、何？いや、まだ食べていいよ、まだ食べていいよ、いっぱい食べな。全然死ぬ気しないよ。いっぱいお食べ、いっぱいお食べよ。いっぱい食べな、やっぱ。稲見くんはもうちょい食べた方がいい。なんで？やっぱね、太ろう。は？そうそうそう。稲見、家ちっちゃいしね。そうそうそう。今のところね、今のところハンマーの方がでっかいからさ、そうよ、ハンマーに負けないくらい。お前ら全員に運配るから。うんこって言うな。ダメか。だいつも食べ物のことうんこって言うのやめなさいって言ってるでしょ。そうでしょ。幼稚すぎる。あまりにも幼稚すぎる。いつも言ってるもんな。言ってねえよ。マジで、いつも私が作った料理のことうんこって言うのやめて。最低じゃんマジで。お父さん泣いてたよ裏で。マジで最低。お父さんが作ってるじゃん。こんな子に育った思いはないとね。おい、激怒言ってなんか今日。